反乱来ていろんな選抜とかに自分が選ばれるようになって中心としてやっていかなきゃいけない自覚っていうのも言われて自分にベクトル向けることが多くなってその中で今まで目つぶってたこう自分の課題のところに須坂監督にめちゃくちゃ叩き込まれてそこら辺は上手くなったなっていう実感はありますしその分苦しんで悩んだ分大きく成長できたのかなと思います。まず阪南来て一番最初に思ったのがめちゃくちゃうまいなっていうのを思って阪南のサッカーとしてしっかり後ろからつないでポゼッションサッカーで仕掛けて崩すっていうスローガンがあるんですけど自分が1年の時の4年がめちゃくちゃうまいなと思ってたんで、まあ、それについていくのは必死だったんですけど、まあ、そのすごい人たちを見てたから上を目指したのかなと思います。フザピッチはやっぱり食事のところだったり体のケアっていうところは結構意識するようになってそれがあるから4年間大きな怪我もなく筋力アップもできたと思うしそういう意識が変わったのはとても良かったなと思います。サイドバックなんでウィングの選手に仕事をさせないっていうのがまず第一でそのプラスアルファで自分は運動量を武器としてるんでオーバーラップを繰り返して攻撃参加して、まあ、攻守ともにアグレッシブにたくさん関わっている選手っていう確立できてます。攻撃参加の部分はプロの舞台でも通用するなっていうのは感じたんですけど強度のところはまだまだ課題と感じましたし細かいところの精度っていうのはまだまだだなって感じたんでプロの世界で戦っていけるようにやっていきたいなと思います。今年は後期リーグから試合で厳しい状況だったんですけど最低でも全国大会出場っていう結果を求めてチームとして準備しちゃってきたんで全国大会出場権獲得してしっかり優勝という結果を最後阪南大学に持って帰れるように頑張ってきたと思います。プロサッカー選手になった以上は国を背負って戦えるような選手になっていきたいと思いますし一番のサイドバックになるっていうのを目標に頑張っていきたいと思います。キリンさんは日本のスポーツ界にたくさんの支援をしてくださってる企業だと思うのでよく使わせていただけるんで感謝しています。これからも練習の合間とかに飲んでいきたいなと思いました。